はい、酒好きな元新潟人の石戸賀です。今回は、生ビール、朝日の琥珀の時、限定発売、こだわりの飲食店が認めたプレミアムビール、欧州伝統の琥珀ビール、アルコール度数 5% となっております。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチですね。これ多分コンビニ限定だったと思う。琥珀、琥珀っていうよりだいぶ色濃いですね。麦茶ぐらいの色はあります。それでは乾杯。なんか、やっぱり黒ビールっぽいな。どっちかっていうと琥珀っていうより黒ビールに近い。かなり、焙煎のほろ苦さが。麦芽、豊かな味わいが特徴のこだわりの濃色麦芽を使用しています。ドゥンケルスタイル、ローストもしくは焙煎した、濃色麦芽を原料とする欧州伝統の濃色ビール、苦味を、穏やかにしてドゥンケル独特の、甘みのある旨味を引き立てます。これは、どっちかというとやっぱり黒ビールですね。ドゥンケル苦味はないんだけど、香りがやっぱりコーヒーというか焙煎されてる感じ。ドゥンケルとは日本語で暗いを、シュバルツは、黒を意味します。なるほど。ウィキペディアで見てみると、あれ、いや、可燃発酵、4度から13度の温度で最も活発に発酵を行う可燃発酵酵母を使って作られます。低温で、発酵終了後、さらに低温で貯蔵熟成されて仕上げられたものが可燃発酵ビールと呼ばれます。いろいろ出てんだな。少量生産だからこそできた、贅沢工程の生ビール。時間と手間を惜しみなく注いで作られた琥珀色のビールです。苦さはないんだけど、うまさはあるね。これは、ちょっと、今までと違った、黒ビールのような。ちょっと、あれですね。なんだろう。ちょっと、あれやな。ちょっと違うな。今までこう、飲んだことないような、味わい。よくある琥珀色のビールではなく、全然ちゃいますね。琥珀色よりやっぱり黒ビール。黒ビールに近いんだけど、やっぱり若干、琥珀色のビールの、黒ビールにしちゃう。なんつうかな。コクがない。
黒ビールにしてはコクがないんだよ。黒ビールにしちゃコクがない。だけど、紅白色のそのなんだ、ビールにしちゃ、やっぱりほろ苦いですね。うん。ドゥンケル。ドイツビール。ドゥンケル。ドゥンケル。ビール。デュンケルか。ドゥンケルじゃなくて、デュンケル。まあ、どっちでもいいんだろうけど。デュンケルとは、ドイツ語で恋の意味、ドイツ南部の都市ミュンヘンの特産、デュンケルの特徴としてはコクが若干深く苦味が若干弱いというタイプ、うん、分類上はミュンヘナーデュンケルと呼ばれます。ああ。これは聞いたことあるわ。ミュンヘナーデュンケル。ピルスナーが開発される以前では、ほとんどすべてのビールはこのような濃色ビールだった。ピルスナーが開発されたのが18世紀頃。濃いと言っても茶色と呼べる程度で、ピルスナーより濃色のラガー、かっこ仮面発酵ビールと考えればわかりやすい。ピルスナーとの違いは色だけではなく、ローストした麦芽を使っているので、ほんのり香ばしい感じ。それで仮面発酵特有のさっぱりとした飲み心地なんで、普段ピルスナーしか飲んでいない人も違和感なく飲める。うん。黒色に近いより濃色のものはシュバルツ。過去黒ビールと呼ばれる。大手メーカーがこぞって発売する黒ビールと称するものはデュンケル、またはシュバルツであることが多い。うん、確かに。うん。やっぱり、ローストした麦芽の香りがするのと、それでいて黒ビールより、やっぱり、コクが足りない、うん、ああ、なるほどね、うん、そういう意味でやっぱりデュンケルっていうことなんだね、うん、なかなかデュンケル、うん、まあでもちょっと違った味わいがあるな、やっぱな、朝日のですね、タルナマラインアップ。うまいタルナマラインアップの中に、この琥珀の時がありますね。朝日スーパードライのタルナマと、熟成のタルナマと、琥珀の時のタルナマと、レーベンブロイのタルナマ、バスペールエールのタルナマと、ベルビュークリーク。これ飲んだことないね。の樽生があるみたいです。なんだこれ？ベルビュークリーク。過去発泡酒。あ、発泡酒なんや。なるほど。ちなみにこちらが、2016年の7月の26日に、セブン&アイグループ各社で間限定発売となっております。でも、樽生があるってことはやっぱり、それだけ自信があるんだろうね。最近発売されたってことは、そういうこっちゃろうな。樽生があるっていうことを、多分これ、だって7月26日に新発売して、なおかつ樽生があるってこと、結構あれし、
あるんですね。まあでも、やっぱり樽生でいくとやっぱ熟成かな。この中でいくと熟成かバスペールエールかな。バスペールエールもうまいんだよね。ただ、ピルスナーでいくと熟成がはるかに美味しいですね。アサヒのプレミアム生ビールの熟成。こちらが非常に美味しい。うん。まあ、こちらは、普通に、缶でも売ってますけど。もう、売られなくなったのかな？あれ、限定だったからね。多分もう、売ってないんちゃうかな。レーベンブロイは、あんまり美味しくはない。かな。バスペールエールは美味しい。まあ、これは外国のビールだけど、美味しいですね。まあ、でもやっぱりあれかな。スーパードライがはるかに美味しいからね、この熟成はね。絶対的に美味しい。まあ、店で飲めるんだったら、あれなんだけど。ぜひ、店で飲んでもらいたいですね。もう。スーパードライがはるかに美味しいですからね。はるかに美味しいっていうのは、俺もだって5つ星出したからね。熟成はね、アサヒのプレミアム熟成、あちらは5つ星出しました。はい、こちら4254です。ご視聴ありがとうございました。